マサキ町、マサキ町は愛媛県伊予郡の町の一つである。人口は東恩市に次いで県内12、20位、2018年現在、エミフルマサキや東レの愛媛工場などがある。国道56号、伊予鉄道群中線、JR 予算線が従貫しており、交通の便は良い。伊予鉄道マサキ駅、JR 北伊予駅など6駅が立地。 伊予郡内で唯一海に面している港町である。町の全域は松山平野、道後平野の南端で山がない県内唯一山のない自治体。北の松山市とは重信川を境とする。西に瀬戸内海の伊予灘に面する。松山市との境に重信川が流れ、しかもこの川はもともと現在の正木町の中央部を東西に流れていたことから、 地下水に非常に恵まれている。このため、平成6年に発生した異常滑水において、近隣の松山市、伊予市が時間給水に踏み切らざるを得なかった時期においても、松木町では断水の発生はなかった。古くは漁村であったが、臨海部に工場が立地し、近年は松山市のベッドタウンとして、宅地開発が進んでいる。それに伴い人口も増加を示している。 しかし2005年度に一度人口減に転じたものの2007年度春には再び人口が増加した現在の産業構造は第一次第二次第三次のバランスが取れている近接する松山市内にも同じ正木町があるがこれは江戸時代に新たに松山城原村を築城し正木から移った際に町の人々も移住させた名残である このため、伊予郡の正木町には、正木城跡がある。松山市の正木町の付近は、城下では最も古くから開けた町であった。1955年、昭和30年3月31日に、正木町、岡田村、北伊予村が合併して発足。平成の合併の流れの中では、伊予市、伊予郡全体での合併も検討されたが、戸部町、広田村の中枢が、 国道33号、国道379号上に位置し、幹線交通軸をことにしていることから、一町一、村での合併を目指すこととなった。さらに、残る、伊予市、中山町、二見町との合併を検討し、法定合併協議会を発足させたが、合併後の行政組織のあり方や、行政運営のあり方をめぐり、一市二町と考えをことにし、 また今後の正木町の行政を考慮し、合併の枠組みは崩壊した。愛媛県内で合併せず単独の道を歩んだのは、正木町のほか、北宇和郡松野町のみである。ただし、松野町は合併そのものを拒否しているわけではないので、その意味では、愛媛県内で唯一の合併しない自治体となった。現在は目立った変化はないが、2008年度完成の中、 四国最大級となるショッピングセンターからの税収に大幅に期待が持たれている。北海道、正木郡正木町と姉妹都市提携同盟であることから。なお、北海道の松前町は、松前と読む。町内の全域が都市計画区域であり、下水道やバイパス道路が整備されている。町は、 松山市の近郊に位置するという立地条件を生かし、長期的に調整の発展を図るため、商業集積の誘致を図り、正木町筒井にある役場東、国道56号から西一帯の民誘致、現況は田んぼ、または雑誌地を予定した。株式会社富士、本社松山市とイオングループの2社の競合となったが、富士に決定。同社では映画館や、 温浴施設も含めた中四国最大規模のショッピングセンターがを発表した。エミフルマサキ予定計画では、19万6千メートルの敷地に中核となる鉄骨2階建てのショッピング施設を配置、その周辺に専門店や温浴施設などを点在させるオープンモール型の方式。店舗の面積は7万8千メートルで、同社フジグランシャゲノブ。 東温市の約3倍、県内最大規模、5000台収容で、県内最大級の駐車場を配置し、雇用人数は2200人を、予定、年間最大270億円の売り上げを見込んでいる。開業は2008年、平成20年4月。雇用の創出以外に、税収増や、周辺への経済効果にも期待がかけられている。この計画については、 議会もほぼ足並みを揃えている。一部のサービス業、小売店舗が周辺地区へも出店を始めている。2007年、平成19年9月下旬時点。一方で、松山市内の百貨店、商店街は影響を受けており、お城下、松山という中間法人を立ち上げ、百貨店、商店街一堂で広告やセールを行っている。 マサキ町は1955年、昭和30年の合併の際の3つの旧町村と、小学校の校区が同一であることから、マサキ校区、岡田校区、北予校区の3つに対別され、町民の意識にもそれが根付いている。町内で、マサキという場合、マサキ町全体ではなく、マサキ地区のことを指すことが多い。これらは、昭和30年の合併以前の名残が残っている。 ためである。役場があるなど、まさ町の中心街である。昔は漁村であったが、今日では、通れの工場があるほか、商店街もある、東、商工地区でもある。伊予鉄道郊外線、群中線の正木駅、地蔵町駅がある。なお、岡田航区にまたがった広大な空き土地を利用し、えみふる正さを誘致した。なお、周囲。 原などの正木小学校周辺地域、つつい北黒田は古くから住宅開発が進んだ地域である。保育所などの名称にも使われている。重信川を挟んで松山市に接し、また国道56号も貫通していることから松山市のベッドタウンとして都市化が進んでいる。マンションやアパートなどが多く立地し、 松山市街に似通った雰囲気を持った街並みである。伊予鉄道群中線の湖泉駅、岡田駅がある。東部に位置する田園地域であるが、住宅が増加しており、人口も徐々に増加している。JR 予算線の北伊予駅、伊予横田駅がある。なお、伊予横田駅の東側に、JR 鉄道貨物基地設置が予定されており、アクセス道路の設置などの構想がある。 経営不支たる産業は、化学工業、東レ株式会社愛媛工場、地場産業では、海産珍味化工業、近郊農業など。なお、水産業は、小型漁船によるもののみで、近年は不振。海産珍味化工業では、特に小魚珍味では、全国有数の生産量がある。かつては、沖合で捕獲された、魚介類を用いていたが、沿岸漁業の衰退により、 原料は県外や広く、アジア地域に求めている。農業では玉ねぎ、いちご、レタス等の栽培が盛ん。裸麦は日本一の生産量を誇る。臨海部には冷凍倉庫、食品加工、ガスなど多様な事業所が立地している。正木町は典型的な都市均衡であり、一般的な意味での観光地ではない。昭和30年代に、 教育の待ち宣言を行っている。青少年の教育に力を注ごうという意思を示したもので、他の自治体に比べて、小中学校施設等は早い時期に整った。また、町立図書館、正木文化センター内も充実している。教員に就く人も人口の割に多いとされている。昭和20年代までは、 防農は別にして農家のみで生計を立てていくことが難しく、人口増加とともに増員が要請された教職に就いた一面もある。松山市と伊予市に挟まれ、国道56号をはじめとした道路網、伊予鉄道郊外線、群中線及び JR 四国予算線の2本の鉄道があり、交通は市弁。国道56号が南北に町を従官し、 幹線道路としての役目を果たしている。松山市との境界には、重信川があるため、橋梁で越えるほかなく、渋滞が発生しがちである。例えば、国道56号は、正木町内では4車線確保されているが、朝夕ともに、松山市との境である、出会い大橋付近で渋滞を引き起こしている。また、エミフル正木の開業後、出会い大橋付近から、エミフル正木まで、 特に休日の昼夕頃に渋滞が発生する。愛媛県道16号松山伊予線では、中川原を発したもでも渋滞が発生する。将来的には、地域高規格道路、松山港伊予連絡線の計画があるが、用地買収の問題などの上、県の財政難もあり、着工の目処は立っていない。東西の感染として、 愛媛県道214号八倉松前線はほぼ中央を横断している。大和座神崎の町立北、伊予小学校付近が境外でボトルネックとなっていることから、鶴吉、上野バイパスが開通したが、松山方面向きの場合遠回りになるためか、利用状況はまちまちである。2011年4月現在、ちょうど津井徳丸線が暫定開通に、 4車線している。国道56号、ブロードバンド整備、光通信網が進んでおり、現時点、2008年では、愛媛県内の市町で唯一、デジタルディバイド問題が解消されている。町内全域において、電気通信事業者より、以下の各サービスが提供されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。